から前へと進軍も、3番近藤夏樹が赤番で2つのラインを突っ張りました。8番山下学が切り替えて、今度は3番近藤夏樹の4番手へとスイッチで、1番蛭田は5番手、そして7番手依然として9番藤井英二、ジャンから仕掛けていきます。3番近藤夏樹をめがけて先制攻撃、9番藤井英二、3番手の4番宮下が離れまして、中部近畿2人で叩きます。3番近藤はこのバストの3番手ですが、応戦の構え。9番藤井英二が先行策、後ろ2番伊藤正樹、復帰後の初勝利がやってきている2番伊藤正樹が番手絶好の位置で最終周回に向かいました。3番近藤夏樹叩かれて3番手です。その後1番蛭田総一郎が猛然とまくり上げていって、今7番手から最終バックでは3番手を追ってくる、逃げる9番藤井英二、後ろは2番伊藤正樹が仕事を見せて、蛭田総一郎は少しスピードが鈍っているが前と接近する。内目からは6番の成清健次郎、そして大外から5番三石も追い込んできたが、伊藤正樹か降臨、最後は2番伊藤正樹外。